100位ゴールドでもいいよ。おおすごいよすごいよ。はい、どうも私でございます、高田と申します。ということで今回は、ロイヤルのね新しく追加されたガウェインを使っていこうと思うんですが、そのガウェインの効果がですね、まあ攻撃時指揮官カードのコストを、まあ、マイナス1にするって形なんですけども、これいろんなデッキに入れて試してみました。まあ全部指揮官カードで揃える、もうこの辺兵士ですけど、まあ、兵士カードも入れずに指揮官カードだけでやると、全く機能しません。正直デッキ自体が、指揮官ばかりのカードだと、そうですね、まあそのまあこっちのやりやすい状況が整う前に相手に殺されてしまうのと、まあそのカードが回ればどのデッキだって結局強いので、わざわざガウェインを使う必要がないじゃないかっていう感じになってしまうので、まあ、指揮官だけで固めるのはやめました。で何よりもこのカードのね特徴として、先行4ターン目に出しづらいで、使ってみてわかる、まあ使ってる方はわかると思うんですけど、使うと4ターン目5ターン目、使う機会ほぼないです。6ターン目の突進、これが多分相当重要ですね。ここでどれだけ切っていけるかって感じなんですが、今のシャドーバースの環境的に正直かなりきつい部分はありますけども、まあちょっと使って、まあこのデッキだとまあまあ勝てたので、ちょっとみんなに見ていただこうかなと思います。じゃあ早速潜っていきましょう。さあ、あーネクロか、辛いな、辛いよ。あ、ここ来た。ここか。あ、いいじゃん。これ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 なんだけど、指揮官がちゃんと入ってきてくれたら圧倒的に絶対に高校の方がいいから、ガウェイン使うなら。つかも先行と高校のさ、なんかそのバランス的なもんさ、もう変えてほしいんだけどな。ほんと先行4ターン目もさ、別に 2PP でいいから先行4ターン目も進化切れるよ。まあでもそれって高校が圧倒的に不利なのかな。もうこの進化権の差とさ、進化できる状況でも高校がすごい有利に感じるんだけどな。これ何だったっけ。ああはい、いやーんかなかわいいね。絶対高校の方が有利だろう。さあガウェイン切っていきたいんだけど、ちょっと考えもんだねこれ。まああんま恩恵がないといえば恩恵がないんだけど、これ重要なのが 7PP6P7、8PP ぐらいだね。 7、8PP ぐらいのやつを下げても他のカードと組み合わせて出せないから、まあ言うほど恩恵がないなっていう。だったら高進化してる方がいい、ね。この進化は多分ありだと思う。でガウェインは6ターン目に出したいね。次ルーパーでなんか進化切って、この3残りって結構しんどいはずだから、なんか進化切ってこう倒してくれると、ルーパーで残りのやつパッと倒してガンガンっていって、6ターン目ガウェインっていうのは、そうだね、よしこう倒してくれるっしょ。こう、あ、いや、そうだね、こう倒すしかないよね。進化切らない、もしかして。だったら残ったやつで倒してルーパーね、なら6ターン目ガウェインでいいから。おっと、いやちょっと状況が変わったな。ガウェインし
画面進化切るか。100の戦場で100の戦果を。6ターン目しのぎおじは強いはずだから。我が王に勝負。いやーこれどうだっただろうな。普通にルーパーでよかったかな。いやー普通にルーパーでよかった。キーさんもやだー。もう普通にルーパーでよかったんじゃないのこれ。耳ここのあれ使ってくるでしょどうせ。あーもうやだ。あーもう、あーもう負けちゃった。あら、あそっか、あエンハンス、あよかった。いやー嬉しい。いやこれはラッキーかも。だこれしのぎおじさん置いとけばいいから。あーよかった。よしよし、とりあえずしのぎおじ置いて、で次のターンオーレリアルーパーいける。まあフロフェンルーパーでもいいけど。僕はクモツバンダのクモツさん、うーん、まあこういくのが正解解答かな。おっとこれはいけそうな気がする。さあこの2枚守護突破するの大変だぞ。さあどうする。おっとこれはガウェインが生きた動画を見せれるか。こっから負けたらやばいけど、さすがに無理だろ。ルナの負けだよ。勝手にしてやってもらってください。我の復活を望む。ルナと遊ぼう。いやいや無理だろ。こんなんじゃ満足できねえ。我が目を見る。無理無理。何をする気。いや無理だろ。何をどうしたいんだ。いや無理だよ。よっしゃいや画面の良さ見せれたね。ちゃんと PP が下がって6ターン目にしのぎおじで、7ターン目にオーレリアとルーパーを出すというね。これですよこれ。 OKOK 画面の良さを見せれたね。もう一試合行こうか。さあ、ああビショップイージス強いからね。もう君でしか MP を増やせないんだよ。他のいろんなデッキを試してさ、減らした MP をイージスが回復してくれる。これはマリガンだね。あー行くぞ人雷がごとく。なんだろうね、なんとも言えないね。まあね、この多分ね、ガメインデッキ本当に勝率がすごいな。勝率が多分ほんまに2割5分3割、まあこのデッキで4割ぐらい。前の使ってたガメインのデッキは本当に2割5分ぐらいしかないから。お、失踪ビショップかい。最近でも失踪ビショップいるんだよな。生きてみせる。次のターンガメイン出してもええかな。先行な、そうだね。ガメイン1枚。温存しとく意味がないんで、あんまり。これなんで温存しとく意味がないかっていうと、そんなに、要は、指揮官デッキが、にそこまで比重を置いてないので、あ、ちょっと待てよ。これ違うな。これ裁判所入る可能性が、あ、でもアミュレット結構積んでんのかな。まあ、普通に考えると裁判所入る可能性もあるから、そうだ。生きてみせる。でアドブレかな次のターン。うん、でガウェインがそうだね。これで決めます。次のターンアドブレでピカピカ全部もらうごめん。かわいいね。何ピコピコって教えて。ピコピコってなんなのベロン。まあアドブレで。さあ何が入ってくる。一応見よう。まあ守護2枚入ってきたのはでかいかな。全身全霊で。さあ警戒しなきゃダメなのはまあ
相手はねビショップなんで除去が多数、裁判所もあるし、これ法典ね、法典もあるし、失踪だね。で、まあ当然テミスもあるわけですから、ご進化切るかな、俺なら切る、切らないならまだ塗る、俺なら進化ここ切ります。切られる方が嫌だ。ちなみにこのまま来い来い。あー切るよねー、そら切っちゃうよね普通。切るもんだって、俺も切るもん進化。よし、100の戦場で100の戦果を。まあこう行くしかないわな。恩恵がどんだけだよ。兵士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 士気か。私は月に来る獣。全然恩恵受けれへんやんけ。太陽が落ちた。そんな。お、俺ならここ進化切ってたけどね。それちょっとぬるいんじゃない？これが次のターン開くから。ここかな。可愛いからって甘く見ないでよね。覚悟はいいですか。いやきついか。こうして。やった両乱ってね。我が忠誠は命見ないでよ。まあ、こう殴って守護かな。私に任せな。まあこう盤面を見た時に手ミス打ちたくなるような盤面ではあるけどね。まあでも打ってこないよね普通に考えたら。バーンバーン、まあ進化なんかして消してバンバン6点。グリームニル、ここ進化切られてる方が嫌だったけどね、さっきのターン。まあ除去警戒したのかな、積んでないからな。あー武闘とか積んだ方がいいのかな。あー積んじゃった方がいいのかな。分かんないや。あーもうやだ、何の間これ、早くして。あーもう早くしてよ、何これ、もう何、もうやだ、何このじらしプレイ、などうしたの。圧倒的にあなたの方が有利ですよ。私は月に。あらーもうそういうの出ちゃう。そういうの出ちゃうか。あ、そっち進化切る。あー辛いねー。やだー、もうこれ勝てないじゃん。一応飽きらめない。100の戦場で100の戦果を。私に任せな。はっ。まあこうしておけギリまだ分かんないからな。まぶしすぎるのよ。まあ裁判所より法典か、法典飛んできたら終わっちゃうよ。飛んでこなければまだチャンスある。これお精神球で。精神球。お見事です。ありがとうございました。